プリンです。今回なんですけども、パズドラがお待ちかねのハンターハンターコラボのね、詳細が来ましたので、見ていきたいと思います。ホームページをね、見ているってことなんですけど、まあ、期間がね、来週の月曜日3月28日から、4月11日までということで2週間の開催となっております。で、今回のハンターハンターコラボは2つガチャがありまして、その昔来ていたハンターハンターコラボの昔のガチャが、魔法石5個のやつですね、あって、それに加えて今回は新しく魔法石7個コラボガチャ2があるというところで、まあ2つねガチャがあるというところで、既存のねキャラを持ってない人にとっては、まあ辛い戦いが、始まるんじゃないかと思っています。で、今回はね、まあ、一つ一つ性能を見ていくんですけども、まあ、その中でね、まあこのキャラ何体ぐらい欲しいかなみたいな話もねしていけたらと思うので、皆さんね暇な方がいたらお付き合い願えたらと思います。で、早速ね今見ているのがゴンですね。ゴンは変身キャラとなっていて、まあ2段階変身ですよね。で、今一応進化前がスキブが4つありますので、まあ進化はしやすいんだけど、まあ進化後をね、まあ結果的に見ちゃうと、まあとりあえず覚醒がね強いね、10項目強化3つに、無効感と、まあ、火力は十分にある。で、リーダースキルが、まあ、キー6個以上つなげて消すとダメージ半減で、しかも4コンボ加算、999万ダメージで HP もね、貴族性2倍で攻撃力、常時23倍となっているんですけども、ただスキルがねちょっと残念で、もうお休みということで、まあ、ターンが1でね、HP が1になる5ターンの間、スキル使用負荷、攻撃、回復力激減となっていて、これ使いにくいんじゃないかと思いますよね。まあ、ただ、まあ、攻撃倍率出すのにキー6個必要っていうわけではないんだけど、まあ、半減張りながらコンボ加算しながらってことを考えると、まあ、使いにくいよね。まあ、10コンボ強化3つでそこで火力出すわけだから、コンボ加算必須と考えたら、まあ、常時キーを6個用意したい。で、こういうリーダーには、まあ、変換がね、まあ、常時打てなきゃいけないっていうところで、まあ、ゴンはね、面白そうだけど使いにくいんじゃないかと思いますね。で、武器の方なんですけども、スキブ武器となっていて、列3つと封印。スキル1ターンの間、操作時間3倍で、ルーレット1個生成で、スキル3ターン貯まる。これはね、チャンスありますね。まあ、スキル3ターン貯まるっていうところは、まあ、最近のね、変身キャラを変身させるにあたって、まあ、強いですし、スキブ武器だからね、まあ、これはワンチャン使い道あるかもしれないですね。まあ、ノーチラスパーティーとかで使える可能性があります。だから、まあ、ゴンは1体いればまあいいかなっていう感じです。で、次キルはですね、キルはもう2段階変身キャラとなっているんだけども、ちょっと面白くて、これ、まあ、とりあえず1段階目の進化ですね。なんでリーダースキルが闇光同時攻撃で 60% 軽減の2コンボ加算、8コンボ以上で、ダメージ軽減、攻撃23倍、固定1ダメージというところで、まあ、闇光をね、用意できれば結構強いんじゃないかと思いますね。で、覚醒も、10コンボ強化2個と 2way が2個ということで、まあ、火力もまあ、申し分ないかと思いますね。で、スキルが5ターンの間、光と闇ドロップが少し落ちやすくなれば、これはいいね。で、一旦の遅延と変身というところで、これがね、ちょっと5ターンなんですよね。でも、それはね、良くて、まあ、良くはないんだけど、このね、2段階目がね、ちょっとあって、まあ、リーダースキルは一緒だよね。で、まあ、覚醒も一緒かな？覚醒も一緒となっていて、スキルが変わるんですよね。一旦で打てて、一旦なら自分と、光と闇属性の攻撃力が5倍。ドロップを光、闇、回復に変化で、キルは1段階戻るんですよね。だから、まあ、ここの進化後のスキルは強いけど、結局また5ターン貯めないと変換が打てないっていうところで、まあ、ドロップ落ちやすくなるとはいえ、これはどうかなっていう感じですね。まあ、ただ面白そうだから使ってはみたいから、キルアは、まあ、2体欲しいですかね。で、武器は、闇コンボドロップ強化とロック解除と十字ということで、結構欲張りセットとなっていて、まあ、スキル2ターンダメ、2ターンの間ダメージ吸収無効を、まあ、スキル2ターン貯まるというところで、まあ、キルアはね、ちょっと2体引いて、まあ、ちょっとリーダーとして楽しみつつ、リーダーとなったらアシストで使っちゃうみたいな感じでね、行くのかなと考えております。で、次、クラピカですね。クラピカは1段階の変身キャラとなってて、進化前スキブ2個の23ターンで変身できる。まあ、遅延が入るけど、まあ、あんま使わんかな。で、まあ、進化後が、まあ、こんな感じとなっていて、まあ、リーダースキルが3色以上で、60% 軽減の3コンボ強化、
88コンボ以上で軽減の攻撃22倍固定1ダメージっていうことで、まあ弱くはないけど、まあどうかなって感じだよね。で結局スキルが3ターンで、打てて操作時間2秒短縮する代わりに敵の防御をゼロにして、属性吸収無効化。あんまりか、あんまりかな。スキルが強くないですかね。で武器は、水の、コンボ強化でしたっけ、で回復というところで、まあこれはねあんま使わないかもしれない。だからクラピカは1体まあ出たら、まあ、まあ一応コンプはしたいから1体欲しいけど、まああんまりかもしれないね。でレオリオはこれ進化前とアシストがある形となっていて、まあレオリオはスキブが4聴覚性込みで、でスキルが3ターンの間 HP30% 回復ダメージ軽減、変換一列となっていて、まああんまりかな。アシストはどうでしょう。アシストは、チーム HP 強化とチーム回復強化でそれぞれの、なんだこれ、闇とお邪魔と毒の耐性があるっていう形で、まあ、ターンだ60% ダメージ軽減はあるもののあんまり使わないかもなこれは。まあ、レオリオも、まあ、1体いればいいでしょう。使わないと思います。でカイトですね。これカイトがね面白くて、まあ、進化前こんな感じで27ターンでスキブ3、で変身がルール10ターンでルーレットを作っていって2コンボ加算でランダムに変身となっていて、こうランダムでね3種類変身するんですけど、さらにね進化後のスキルも3ターンで変身していくっていう形になっているんですよね。リーダースキルは一緒かな。リーダースキルは一緒で闇の2コンボ以上でダメージ軽減、攻撃8倍、1000万ダメージ、闇属性で全パラ 2.8 倍となってて、まあ、1から見ていくと1のねスキルが、待ってごめん、覚醒スキルも一緒、覚醒も一緒だね。覚醒も一緒で、まあ、火力はそこそこ出そうで、1個目が、最上段横1列闇に変化で3ターンの間 闇の攻撃力2倍で変身で、2個目がドロップの、ロック状態解除回復以外から闇6個生成、3ターンの間3コンボ加算ランダムで変身。まあ、だからこれあれだね、イジトには変換がついてくるね。で3つ目がドロップのロック状態を解除して闇と回復を15個生成、3ターンの間属性吸収無効とダメージ吸収を無効化ランダムで変身。まあこれどれも変換はしてくれるから、まあ、ちょっと使えそうだよね。面白そうで、 HP が 2.8 倍で軽減付きというところ、火力が何倍だ16、まあ、ちょっと掛け算難しいけど、まあ、火力もそこそこで、この3段階目のスキルがさ強いわけだよね多分ね。属性吸収とダメージ吸収も無効化にできるわけだから、まあ、強そうなんだけど、これがね欲しいタイミングで使えるかどうかってところが、まあ、困難なわけだから、そこが難しいね。で3ターンだから、まあ、これリラフレだけだと変換が足んなくなるからどうかって感じか。で進化前スキブ3つで27ターンだから、これ3体詰めちゃうときついから、まあそこがねどうなっていくかっていうところはありますね。でもちょっと面白そうに体欲しいですね。でこれが武器となっていて、あこのピエロね、クレイジーなんだっけ、名前忘れちゃったけど、チーム HP とか、チーム回復があって、闇のコンボ強化があって十字消しと、でスキルが、3ターンの間にルーレット1個と3ターンの間操作時間とダメージ激減、まあまあまあって感じか。まあでも多分使わなくても良さそうだけど、これちょっとね、まあ、カイト使ってみたいから2体ないしは3体引けたら面白そうだけど、まあ、環境を取ることは多分ないかもしれないからなって感じ。まあ面白そうだから欲しいって感じ。はい。でヒソカですね。ヒソカは進化前と究極進化があるっていう形となっていて、進化前が、闇非闇同時攻撃でダメージ半減の攻撃17倍4コンボ加算で、火と闇の HP 1.7 倍。あんまり使わないかな。スキブが6、あ、スキブ6あるね、これ。で、10コンボ強化2個だから、火力もあるし、スキブもあるって感じで。しかもスキルが、2ターンの遅延と、なんだ ?2 ターンの間、属性吸収とダメージ吸収無効だから、スキルが強いし、ま、スキブじゃないや、なんだっけ、覚醒も強いから、ま、サブとしては面白いかもしれないですね。で、これ進化後。進化後、スキブ4つになっちゃうけど、ま、帯耐性なり、十字消しなりが出てくると。で、スキルが、3ターンでルーレット1個作って、ダメージ軽減があるっていう形で、リーダースキルが76になる、76で闇火消すと、ダメージ半減8コンボで軽減攻撃18倍というところで、まあ、これ76リーダーとしてね、まあ、変なんだろう、リーダーチェーンとか込みで考えたら使う可能性があるかもしれないですね。でも進化前ちょっと優秀だったよな。
武器が、封印耐性3つは持ちと十字消しってことで、まあ、これはワンチャンどっかであるのかな。で2ターンの間ランダム、でドロ、ルーレット1個生成で2ターンの間操作時間 1.5 倍ダメージ級ダメージ無効を貫通と操作時間 1.5 倍、うん、まあ、これは進化前が強いからね、1体は確保しておけばいいかなっていう感じですかね。でクロロ、クロロは2段進化のキャラとなっていて、1段階目スケブニコだけどスキルチャージが2ターン、2ターン分あるというところですね。で1個目の進化は4ターンで打てるから変身しやすくて、まあ、操作時間だったりルーレットだったりをコントロールしていく。でこれ進化後 2段階進化ですね。これが面白くて、まあ、とりあえず覚醒が10個も強化3つと無効感があるっていうところで、まあ、火力が出るしロック解除と十字消しもしてくれる。だからまあいろんな対策ができますね一体で。で、スキルがね、リーダーと一番右のサブを入れ替えるっていうところで、これどうなんだろうな、まあ、変身キャラでこれっていうのがどうなのかちょっと分かんないですよね。面白そうではあるけど。で、スキルがごめん、リーダースキルが闇の2コンボ以上でダメージ、ダメージ 70% 軽減、攻撃23倍、参考ボカさん操作時間10秒延長というところで、まあ、リーダースキルとしてはね、まあ、そんなにかな、まあ、追撃もないし、まあ、そんなにかなって、火力も23倍だから、まあ、悪くはないけど、どうかなっていう感じですかね。まあ、これとリーダースキルでブラックバードがあるから、ブラックバードと、まあ、使うのかどうかって言われたら、まあ、どうなのかって感じですよね。でアシスト進化が、あ、これチーム HP 強化2個と、暖房がありますね。ダンジョンボーナスがついてる、まあ、暖房武器は数が少ないからねいいかもしれない。でスキルが3ターンの間操作時間回復力サブの、闇属性のやごめんごめんサブと闇属性の攻撃力3倍99ターン闇ドロップ落ちやすくなるというところで、まあこれはどうなんだろうな、まあ、ピンポイントでこれが欲しいってことは少ないかもしれないですね。ただクロロは、まあ、使っては見たいから、まあ、1体いればいいな。複数は使わないと思うね。で次信長ですね、まあ、縁の使い手というところなんですけど、まあ、信長あたりはね、まあ、スキブロックか、でもスキブロックと列3つ、まあ、列がどうかなって感じ。グラインドもないんだよね。でスキルが、下から、2段ん下から2段目横1列を闇ドロップに変換で闇ドロップロック1ターンの間攻撃を受けると闇属性で超反撃4ターンで打てるけど、まあ、リーダースキルもねそんなに面白いこと書いてあるわけじゃないから、まあこれはあんまり使わないかもしれない。で武器は暗闇耐性3つと、体力キラーというところはピンポイントで使う可能性はあるけど、スキルが、闇属性の攻撃が3ターン3倍で攻撃受けると反撃ドロップランダムで入れ替えということであんまりかな。キュート話ね、うん、まあ信長はあんまり使わないかもしれません。次フェイタン、あ、フェイタンは変身キャラとなっているね。あ、ごめん、さっき俺フェイタン見てなかったかも。フェイタンは、スキブ3つで、16ターンで変身。あ、ただ 50% 以下じゃない、HP が 50% 以下じゃないと変身できません。で、まあ、変身後見ちゃうか。変身後はあれですね。50% 以下強化が1、3、4、5個持ってると。あ、まあ確かにスキルがそういうね、なんかそういう雰囲気ありますもんね、フェイタンって。こう、自称を。なんだっけ、まあ、原作のフェイタンってダメージを負ったらそれをなんか返すみたいな、ちょっと言ってる意味わかるかな、まあ、そういう感じだからね。でスキルが 50% HP が 50% 減るのと1ターンの間自分の攻撃が5倍になる、全ドロップのロック解除して非闇回復に変化、それが3ターンで打てる、まあ、これは悪くはなさそうです。リーダースキルが、闇非の同時攻撃でダメージ軽減1000万の固定ダメージ、 HP50% 以下で攻撃が9倍、闇属性の全パラ 2.8 倍となっていて、まあ、2.8 倍だけど、まあ、HP50% 以下をキープするんだけど、まあ、変換で回復も作れるから回復もきっとできるなっていうところで、まあ、ちょっと面白そうだよね。しかも変身ターン軽いからさ、まあ、自称必要だけどね、なんだっけ、ガンホクラブガチャのね、あいつベリアル使っていけばいいし、ちょっと面白そうですね。これできれば2体欲しいけど、星は 1,2,3、 まあ星7ですね。星7を手に入れるのがきついんだよな。でマッチ、マッチ星6だね。マッチはんー、まあ回復キャラですね。十字消し3つ持ってて覚醒で、まあ、回復強化も3つ持ってる、まあ、突起するようなところは特にないかな。武器の方はバインド耐性と毒2個と、バインド回復2個と HP で、スキルが10ターンの間回復ドロップが6状態落ちてくる、敵の攻撃が2ターン遅らせる、
まあまあまあ街はいいね。フィンクス、フィンクスはまあどうかな、パッと見はまあスルーして良さそうかな。はい、ちょっと武器だけ見とこうかな。武器は十字騎士、封印、木のドロップ強化で3ターンの間、スキルがね、スキルが3ターンの間チーム内の十字騎士の攻撃覚醒に応じて攻撃上昇、全ドロップのロックを解除して変換ですね。まあ、これはいらないやろ、きっと。大丈夫そう。シャルナーク。シャルナークのさ、死ぬところは結構衝撃的だからね。あ、一個言っちゃダメだったか。ネタバレになっちゃうかも。もう知らなかった人ごめんなさい。これちょっと、ちょっと大丈夫かな。これ知らなかった人いるかな、シャルナーク死んじゃうとこ。その人いたらほんとごめんなさいって感じなんだけど。まあ、あれかな。注意書きに書いとこうかな。で、シャルナークが、変身キャラですね。星7だ。2ターン、スキルチャージしながら変身して、でも27ターン重めですね。スキブ1しかないし。で、変身後見ていこうか。変身後は、10コンボ強化2個、覚醒が10コンボ強化2個と、無効感1個と、コンボドロップ2個。で、スキルが、あ、2ターンで打てるね。1ターンの間、チームの光コンボ強化に応じて、攻撃上昇。火と木を光ドロップに変化。まあ、スキルは強そう。で、リーダースキルが7コンボ以上で攻撃20倍固定1ダメ。光3コンボで激減2ターンの、2コンボ加算っていうところで、まあ、火力ちょっと抑えめなのかな。まあ、ただあれか。コンボ強化みたいの持ってるから、光コンボ強化持ってるから、まあ、チーム全体の火力が上がりやすいのかもしれない。まあ、使えなくはないかな。まあ2体いたら使ってみてもいいけどって感じ。ただ光ドロップ3コンボ用意しなきゃいけないのがちょっとあれだね、大変かもしれん。でアシストが、まあ、こんな感じとなっていて、まあ、スキルが、3ターン遅延と3ターンの間闇光ドロップ打ちやすくなる。でまあスキルはあんま使わないかな。大丈夫そう。次雫、まあ、雫は星6のキャラだからそんなに確認するところはないかな。武器は、あ、武器は3種類の、耐性を持っているという感じ。スキルが3ターンならダメージ吸収無効化。ドロップ解除して、水と闇を15個ずつ生成。だからこれはね、なんかランダンとかでワンチャンあるかもしれないからね。これは1体確保しといてもいいかもしれないですね。うん。これは買い聞かない可能性はありますね。はい。ランダン用かも。次、パクノダ。パクノダも感動するからなぁ。ただスキル的には使わなそうだからスルーするね。いや、これ読みのドロップ強4つと攻撃、キラーというところで、まあ、ワンチャンあるかな。スキルが決断ドロップと覚醒無効状態全回復のサブの攻撃3倍だから、まあ、使うチャンスない、あるかもしれんけど、まあなくても大丈夫そうですね。で、ウボウギン。ウボウギンはね、あんま好きじゃないのよ。ウボウギンもまあ星6だから外れキャラなのかな。まあ、外れとかそういうのは良くないけどね。スキルが1ターンの間、火と闇属性の攻撃10倍が5ターンで打てる。うん、まあ今のご時世エンハンスだけじゃ使わない気がするけどね。まあ、リーダースキルもまあそんなに屈出する感じじゃないからいいかな。はい。武器は、あ、武器は列が2種類あるパターン。こういうハイブリッドな感じはね、ちょっと使いにくいから、ちょっとどうかなと思うんだけど。ただスキルはね、結構良くて、ダメ、一旦の間ダメージ無効にして、しかもダメージ吸収と、ダメージ無効を貫通というところで、まあ武器はね、武器じゃねえや、スキルはね、あるから、まあ強いから、ワンチャンあるかも、まあ一体ぐらいいってもいいかなって感じですかね。次、キメラアントの王ということで、メルエムですね。王が来ました。王は変身キャラとなっていて、二段階進化ですね。一旦目はあれだね、なんだっけ、名前忘れちゃった。あ、誰だっけ、この子。このゲーム、軍、あれやばい、ゲームの名前も出てこないけど、一旦目はあれですね。そういうシーンですね。で、変身、あ、ごめんごめん。スキブが、3つあって、24ターンの変身キャラ。で、次が6ターンで変身して、しかもスキルをね、チャージしながらっていうところはちょっと面白いかもしれない。で、最終進化が10コンボ強化3つ、毒ドロップが落ちやすくなるやつ。があるみたいな。で、操作時間延長などなどがあって、スキルが3ターンで打てて1ターンの間、ダメージ無効貫通の、ロック解除して、木、闇、回復、毒に変化。毒を使う系か。いや、でもメルエム毒でさ、殺され、これもちょっとネタバレだってか、まあ、知ってるか、さすがに。毒でさ、殺されたのに毒をさ、使っていくのね。で、スキルが、リーダースキルが闇の HP1.8 倍で7コンボ以上で 55% 軽減。
固定1ダメージ、毒消すと攻撃30倍、3コンボ加算っていうところでも面白そうだけど、スキルが3ターンだからな。これ2ターンで打てたらめちゃくちゃ面白かったけど、うーんって感じ。ただまあ変身前、一番最初がスキルターン27なんで、あ、24か。3体詰めてワンチャンあるかと思うか？どうかな？ 3 体詰めて毎ターン打てたらチャンスあるかもしれん。で、武器が、はい、まあ、チーム HP 強化3つと機能。コンボドロップ強化なので、まあ、面白そう。スキル9ターンなら、ランダムでルーレット1個生成操作時間 1.5 倍属性吸収無効化。これ9ターン属性吸収無効化ってこと？斬新だね。まあ、これはまあチーム HP3 つだし、いいかもしれんね。ってことで、これがね、新キャラたちですね。で、これ旧キャラもね、いるのよ。どっかに書いてあるよな。まあ、ちょっと待って、これさ、昔のコラボ、あ、これこれこれ。前回のね、コラボキャラもね、調整されておるんですよ、一応。一応見てく。まあでもそんなにね、ちょっとちっちゃいかもな、画面見えにくい。ちょっと待って、これ、それか。ちょっとごめん。これで見やすくなったかな？どうでしょう？てかそもそもごめん、画質的に見えてるかが怪しいんだけど。はい、まあこんな感じで進化前のキャラが武器になっている形ですね。まあこの辺はいいかな。ゴンさんはこんな感じの性能になっていて、76リーダーの、まあ、使うかってどう言われたらどうかなって感じか。で、キルはこんな感じ。キルはね、列と泥鏡を持ってて、まあどうかなって。まあスキバ4になったけど、まあ、火力もなーって感じだよね、この時代。まあリーダーが76。まあどうかなって感じか。まあ、76リーダーとして、こう、リラチェンとかでするときに使う可能性はあるかもね。スキルがそうすると、1ターンの間、属性吸収無効化の操作時間2倍、50万の固定ダメージ良くて、まあ、2ターン遅延、9ターンで打てるっていうところでどうかなーってところか。で、これがクラピカ。クラピカもあんまり気にすることはないかな。はい、この辺もまあ特になスキブ4つあるとはいえどあんまり使わないかな。クラピカはさ昔強かったよね。あの4ターン遅延っていうのがさ強かったですよね。でクラピカ僕ガチャでつけ上げした記憶あって、スキル版になったからめちゃくちゃ使った記憶ありますね。昔は遅延が強かったからね。まあ今も強いか遅延は。でレオリオ、はい、レオリオもまあ特筆するところはないかな。で、ビスケちゃんですね。ビスケは新しい方のガチャにいないからね、ここでしか手に入らないと。ただまあ使うかどうかって言われたらどうかな。使わないんじゃないかと思うんだけど、ね、使わなそうだよね。で、クロロもいますね。クロロはね、2ウェイが3、4、2ウェイ5個持ってスキブが、あ、6個あるよ。ただこれスキルが4ターンで特定のスキルがランダムな発動だから、これスキルの内容僕ちょっと覚えてないんですけど、そこがな火力なんかちょっといい良さそうに。あ、でもしかも攻撃力低めだわ。攻撃力レベル102、え、あ、これ99のデータかな。そうだよね。でもまあ攻撃力低めだね。ステータス低めだから、ちょっとせっかくこう覚醒とかがめちゃくちゃいいんだけど、ちょっと残念だね。で、これがひそかさんですね。まあ、ひそかさんは7項目強化4つあるけど、結局元のステータスがちょっと低めなのが悲しいところ。スキブもまあ2個だしね、控えめですね。もうちょっと強くてもいいと思うんだけどな。で、これネテロ、あ、ネテロもさあれだね、昔のガチャしかいないからあれなんだけど、まあ、スキルを一旦貯めつつ属性吸収無効化が7ターン、まあ、って感じ。あ、武器か。これが進化後というかあれですね、まあ、進化後か。まあ、スキブが4つにはなるけど、列4つだけどリーダースキルがこれ多色なんだよね、確か。そう、リーダースキル多色だけど光の列強化が4つというところでアンバランスな感じですね。まあ、昔のキャラだからしょうがないか。で、これゲンスルー、まあ、ゲンスルーもね、はい、昔のやつしかいないですね。ゲンスルーは無効化4つ、まあ、攻撃力2000ぐらい、無効換4つあって、まあ、スキルも頑張れば4つ、あ、無効換5個にはできる。ただスキルがまあ強くなくて、まあ、防御力、相手のね防御力をゼロにしつつ、まあ、エンハンス非属性3倍で、まあ、ダメージを与えるっていう感じだから、スキルがなどれもって感じよね。で、これカイト、武器はこんな感じ、まあ、封印耐性、封印耐性、封印と雲だから、まあ
リーチでいいのか、あんまない組み合わせなのかな。でこれがね、僕ちょっと若干注目していて、まあ、リーダースキルがね、闇属性の HP4倍、3属性同時攻撃、3属性以上の攻撃で攻撃と回復2倍で、強化ドロップを含めて5個消しすると、5個消した属性の攻撃12倍ということで、まあ、攻撃がね24倍で、あとこれ5個消し、ああ5個消しなのか、5個以上だったらよかったけどね、まあ、5個消しで攻撃24倍で、しかも HP4倍で、まあ、聴覚性込みでスキブ4もしくは10個無強化2個っていうところで、これ若干面白いんじゃないかなと思ったんですよね。だからこれ若干使ってみたいけど、僕1体しか持ってなくて、ただまああれだね、リーダースキルに追撃がないから何かと組み合わせたら面白いのかなって思ってるけど、これは使ってみたいキャラですね。で、ジンフリークス、これは多分ねガチャじゃないんだよね。多分今回はボンポで買えるのかな。でまあもうこれはあんま使わないでしょ多分。はい、でこの辺はねもうダンジョンキャラなんで各自集めときましょうと。まあなかなかねもうハンターハンター来ないだろうから、まあ各々1体ずつくらいは集めといた方がいいんじゃないかと思いますね。はい、ということで今回は、こんな感じでした。じゃ最後にねちょっと何体ずつくらい欲しいかをまとめておきたいと思います。はい、ということで一応ね欲しいキャラ一応まとめてみたんだけども、まあとりあえずコラボ2の方から見ていくと、ゴンが1、まあこれ武器で使うかもしれないから一応押さえときたい。でキルア2はリーダーで使ってみたい。でカイト3とシャララークにも同じ理由で、まあ、この3体に関しては、まあリーダーが面白そうだから使ってみたいっていう感じで、まあとっても強そうっていうイメージではないですね。でこれヒソカが1、これはサブで強そうだったから。でクロロ1、これもねちょっと面白そうだったから、まあどっかで使ってみたいなってところで1欲しい。雫2、これがね武器がランダムでチャンスあるっていうところで、これはね抑えておきたい。これは僕必須で抑えますね。で虫の王、キメラアントの王も、武器で使うかもしれないから一応1抑えておきたい。コラボで次コラボ1がカイトが面白そうだから、まああと1体が、僕1体持ってるけどもう1体ぐらい欲しいかなっていう感じですね。なんかどうなんだろうね、これ引くのかどうかがすごい迷うところだけどね。まあ僕はもちろん引くんだけど、これそのハンターハンターが別に好きとかない人だったら引くのかどうか迷うぐらいの感じもするけどね。まあただこれ僕の個人の意見だから、あくまでね。だからまあもしかしたら強いキャラいるんかもしれんけど、今のところの僕の印象としては、まあ面白そうだなってキャラは多いけど、まあ、環境を取れるかどうかなっていうところですね。まあただ僕結構そういうね見るセンスないから、まあ何とも言えんからね。本当はね僕これ輸送が外れてめっちゃ強いっていうキャラが出てきた方が嬉しいので、まあそれはそれで嬉しいんですけど、今のところはちょっとどうかなっていう感じですかね。はい、ということで今回の動画はここで終わりにしたいと思います。といっても僕はね魔法石今500個ぐらいは用意して引こうと思っているので、まあ動画にしますので、それもね今後見ていただけたら嬉しいです。ということでここまで動画見ていただいてありがとうございました。バイバイ。